ウィリアム・ジョセフ・ハーディは、アメリカ陸軍の職業軍人であり、第二次セミノール戦争や、米北戦争で従軍した。南北戦争では、南軍の将軍として使え、戦前に書いた軍事戦術に関する著書は広く知られ、南北両軍に活用された。ハーディは、ジョージア州、カムデン郡にある、ルーラル・フェリシティの応援で、サラ・エリスとジョン・ハーディ少佐の夫妻の子供として生まれた。 1838年にウェストポイントの陸軍主官学校を同期45人中26番目の成績で卒業し第二アメリカ竜騎兵連隊の勝尉に任官された。セミノール戦争の時病に倒れ入院している時にエリザベス・ダメットに出会って結婚した。病気から回復すると1840年に陸軍はハーディをフランスに送って 軍事戦術を勉強させた。米北戦争の時、ザカリー・テラー将軍の占領軍に従軍し、メデリンとベラクルス包囲戦で名誉少佐戦闘ガスティンの戦いで中佐と2回の名誉昇進を果たした。1846年4月25日のカリシュトスの戦いで捕虜となり、5月11日の捕虜交換で釈放された。続いて、ウィンフィールド。 スコット将軍の元に入り、1847年にはラロシアで負傷した。戦後、テキサス州でテキサスレンジャーズの部隊を率いた。妻が1853年に死んだ後で、ウェストポイントに戻って、戦術の教官を務め、1856年から1860年は士官学校の校長となった。1855年に、 第2アメリカ機兵隊が結成された時に上級少佐として務め、続いて南北戦争が始まる直前に第1アメリカ機兵隊の中佐となった。1855年陸軍長官ジェファーソン・デイビスの命令により、軽装不評あるいはライフル兵として行動する時の部隊の訓練とミサオ軍に関するライフと軽装不評の戦術を出版し、 ハーディの戦術として一般に広まり、南北戦争の訓練マニュアルとして知られるようになった。ハーディは、生まれ故郷のジョージア州が、アメリカ合衆国から脱退した後の1861年1月31日に、アメリカ陸軍を除隊した。3月7日には、大佐として南軍に入隊し、アラバマ州モーガン取とゲインズ砦の指揮を任された。 その後6月17日に、巡勝、10月7日に少々に昇進した。1862年10月10日までに、南軍の最初の中将の一人となった。将軍としての最初の任務は、アーカン総連隊の一個旅団を組織化することであり、物資補給の難しい課題を解決し、その旅団に完璧な訓練を施すことで、その兵士や仲間の士官に感銘を与えた。 この指揮官の時に、信頼できる老人というあだ名をもらった。アーカンソー州で従軍した後、アルバート・ジョンストン大将のミシシッピン軍で、軍団指揮官として呼び出され、シャイローの戦いに参加した。1862年4月6日の、この戦いで腕を負傷した。ジョンストンがシャイローで戦死し、ハーディの軍団は、ブラックストン・ブラック将軍のテネシー軍指揮下に入った。 1862年のペリービルの戦いでは、ハーディがブラック軍の左翼を指揮した。その年の12月、ハーディが最も成功したとされるストーンズリバーの戦いでは、その第二軍団が北軍、ウィリアム・ローズクランズ少将の軍に退去吸収をかけ、敗北寸前まで追いやった。タラホーマ方面作戦の後、ハーディは短期なブラックに辛抱できなくなり、 短期間、ジョセフ・ジョンストン将軍の下でミシシッピ東、ルイジアナ方面軍を指揮した。この期間に、アラバマ州のプランテーション所有者、メアリー・フォアマン・ルイスと出会い、1864年1月に結婚した。チカマウガの戦いの後でハーディは、ブラック軍に復帰し、テネシー州チャタヌーガでは、レオニダス・ポークの軍団を引き継ぎ、そこで北軍を包囲した。 1863年11月の第三次チャタヌーガの戦いでは、テネシー軍のハーディ軍団は、北軍ジョージヘンリー・トーマス少将の部隊が、ミッショナリー・リッチの南難攻不落と思われた、防衛戦に攻撃をかけた時に敗北を喫した。ハーディは、ブラックの下で使えることについて、抗議行動を再開し、意を同じくする士官たちの集団に加わり、最終的には、 アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスを説得してその給流を解任させた。1864年のアトランタ方面作戦では、ジョセフ・ジョンストン将軍が南軍の指揮を取った。ジョンストンが北軍ウィリアム・シャーマン少将に対してミサオ軍と撤退を繰り返すと、アメリカ連合国は辛抱できなくなり、より攻撃的なジョン・ベルフット中将に指揮官を交代させた。 ハーディはフットの向こう水な構成と大きな損失に我慢できなかった。8月31日と9月1日のジョーンズ・バラの戦い後、転任を要請してサウスカロライナ州、ジョージア州及びフロリダ州の方面軍指揮官に転属となった。シャーマンの海への進軍に対抗して不適切な部隊でできる限りの抵抗をしたが、最終的に12月20日に、 ジョージア州サバンナを明け渡した。シャーマンがカロライナ方面作戦で北に転身すると、ハーディは1865年3月のノースカロライナ州ベントンビルの戦いに参加したが、そこで唯一人の息子が騎兵戦で戦死した。ハーディは4月26日、ダーラムステーションでジョンストンと共にシャーマンに降伏した。戦後、ハーディは 妻のアラバマ州のプランテーションに入った。そこを働ける状態に戻した後で、家族はアラバマ州セルマに移転し、そこで倉庫業と保険業を営んだ。最後はセルマメルディアン鉄道の社長になった。1868年に出版したアメリカのアイルランド人で協著者になった。1873年、ウェストバージニア州、 ホワイトサルファースプリングスの避暑地を家族で訪れている。時に病気になり、バージニア州、ワイズビルで死んだ。セルマのライブオーク墓地に埋葬されている。ありがとうございます。